むっちゃわかりやすい西洋美術史。アートファンです。フェルです。よろしくお願いします。今回はルネサンスの美術について説明します。フェルちゃん、ついにルネサンスの時代やね。楽しみ。では、楽しく学んでいきましょう。前回の年表にルネサンスを書き加えてみましょう。何この小さい丸は？この緑の丸がルネサンスです。え？これがルネサンス？ルネサンスってたった100年ぐらいしかないの？そう。ルネサンスって実は短いんです。しかもね、一番盛り上がった世紀ルネサンスっていうのはたった30年ぐらいなんです。こんなに短いのにたくさんの作品が残っていてすごいね。そうやね、こんなに短いのにいろんな発明がありました。例えば遠近法ね、画面の中に奥行きをつける方法とか、あとは油絵という技法ね。その他にも彫刻も建築もものすごく充実した時代なので、ぜひね、楽しく学んでください。はい。ルネサンスは大きく2つに分けて説明します。イタリアルネサンスと北方ルネサンスです。一般的に有名なのはイタリアルネサンスの方です。イタリアルネサンスの中には初期ルネサンスと世紀ルネサンスに分けることができます。じゃあ初期ルネサンスから見ていきましょう。フェルちゃん、この作品覚えてる？確かチマブーエさんだっけ。遠近法が変なんだよね。よく覚えてたね。じゃあこの隣にジョットという人の作品を並べてみましょう。どう？比べてみて何か感じることある？なんか人間っぽくなったね。あ、いいところに気がついたね。その通りやね。まさにそれがルネサンスの大事なところで、それまでの歴史を見るとキリスト教によってね、人間は神様のために生きてるんだみたいなことを言われてた時代があったんやけど、このルネサンスのあたりになって初めてね、人間はね、人間らしく生きていいんだっていうことがわかるようになってきます。へえ、そうなんだ。で、実際絵を見てみると、このジョットが描いた方のイエス・キリストは赤ちゃんっぽくてちょっと可愛らしさがあるよね。うん、ギリシャの時みたいだね。あの時も人間を描いたよね。あ、まさにその通りで、ルネサンスって再生っていう意味が含まれていて、じゃあ何を再生するのかって言ったら、古典古代の時代を再生しようとするんだよね。で、この古典古代の時代っていうのはギリシャとかローマの時代っていうことなんだよね。だから今フェルちゃんが言ったように、人間っぽく描くっていうギリシャのね、考え方がルネサンスでは復活します。なるほど。ちなみにチマブーエとジョットは師弟関係にあります。さらにそれをマザッチョという人が受け継ぎます。これは貢ぎの銭という作品です。初めて正確な一点透視法という遠近法を使って描かれた作品だと言われています。フラ・アンジェリコという修道僧画家もマザッチョの遠近法に影響を受けて制作をしています。どんどん奥行きが出てくるね。そうでしょう。これは受胎告知っていう作品なんやけど、フェルちゃん、受胎告知って知ってる？知らない。これはね、新約聖書の有名なシーンで、聖母マリアのお腹の中にね、イエス・キリストが宿りましたよっていうことを大天使ガブリエルが伝えに来るっていうシーンなんね。いろんな画家が書いてるから、ぜひ覚えておいてくださいね。わかった。さっき言ってた一点透視法って何？あ、一点透視法っていうのはこのルネサンスの時代に発明された遠近法の一種なんやけど、遠近法って知ってる？知らない。遠近法っていうのは平べったい画面の中に奥行きを表現する方法です。その一つに一点透視法っていう方法があるんやけど、じゃあその一点透視法を発明したブルネレスキとアルベルティっていう人について説明しますね。はい。私たちが見ている風景の中では、遠くにあるものは小さく見え、近くにあるものは大きく見えています。例えば、まっすぐな道の真ん中に立って先を見ると、道の両端は遠くに行くにつれて一つの点、消失点に集まっていくように見えます。この消失点を製図によって絵の構図に取り入れ、絵に奥行きを与える画法を線遠近法と言います。ルネサンス期にこの方法を研究したのはブルネルレスキとアルベルティです。彼らの研究で線遠近法の用い方が確立され、レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ多くの画家たちの作品の中に取り入れられたのです。一方、山に登って景色を見ると、遠くにあるものほど空気の影響で霞んで見えたり、淡い青色に見えることがわかります。この色の違いで奥行きを表すのが空気遠近法です。ということなんやね。なるほど。なんか透視法っていうと絵を描く人が開発したのかなと思うかもしれないけど、実はね、こうやって建築家がね、
発明したということなんやね。これはフィレンツェを象徴するシンボルと言っていいほどのフィレンツェ大聖堂と言います。この大円街を完成させたのがブルネレスキです。この建築には古代ローマの建築をしっかり研究した成果が現れています。人間中心の世界観を見事に表した作品というふうに言われています。この新しい建築様式はアルベルティに受け継がれました。またブルネレスキと肩を並べる天才ギベルティという建築家はサン・ジョバンニ洗礼堂の門扉を手掛けるなどしています。この作品も透視法を駆使して作られたと言われています。これはダビデという作品です。作ったのはドナテッロという彫刻家です。イケメン。今にも動き出しそうな彫刻ですよね。フェルちゃん、ダビデって知ってる？知らない。ダビデっていうのはね、後にイスラエルの王になる人なんやけど、若い頃にね、敵のねゴリアテっていう男がいたんやけど、その人相手にねダビデはね戦いを挑むわけやね。で最終的にはね石のつぶてをねバーンと投げてねゴリアテを倒すという英雄の話です。この後もね彫刻家がねたくさんダビデを作ってるからね、ぜひダビデっていうねテーマも覚えておいてください。わかった。この作品はヴィーナスの誕生といってボッティチェリーという人が描きました。ギリシャ神話に登場する美の女神ヴィーナスが海で生まれてホタテの貝殻の上に乗ってシテール島というところまで運ばれるというシーンです。あれ、キリスト教なのにギリシャ神話の神様を描いていいの？まさにね、それがルネサンスの大きな変化だったんですね。それまで神様中心だった世界が人間中心の世界に変わります。で、忘れられていたギリシャ神話とかもね、知識として教養として認めていこうじゃないかっていう風な発想がルネサンスの発想なんです。なのでガチガチのねキリスト教の作品ばっかりじゃなくて、ギリシャ神話をテーマにした作品とかも生まれてくるわけですね。なるほど。じゃあ次はね、このボッティチェリがどこで絵を学んだかという話をしますね。じゃあこの作品を見てください。あ、またダビデだ。お、さすが。これはねダビデという作品でしたよね。これを作ったベロッキオという人がいたんやけど、その人がボッティチェリの師匠です。この時代の教育は学校の先生が教えるわけじゃなくて、徒弟制度っていう制度があって、親方がね工房の弟子に教えるっていうのが教育だったんです。で、このベロッキオっていう人は自分が彫刻家であったり絵画を描いたりしてたので、弟子にたくさんのことを教えます。で、この作品はキリストの洗礼っていう作品です。実はこのベロッキオ工房、ボッティチェリーという人もいたんやけど、あのレオナルド・ダ・ヴィンチもこのベロッキオ工房のお弟子でした。で、このキリストの洗礼っていうね作品の左の下に天使がいますよね。で、この天使はね、実は若い時のレオナルド・ダ・ヴィンチが描いています。例えばね、今の時代でも漫画家っていうのはアシスタントが背景を描いたりとかすることがありますよね。で、この時もその天使を描かせるっていうのはアシスタントに一部を手伝ってもらうっていう風な意味合いがあったりとか、お弟子を育てるっていう意味合いがあったんやと思うけど、この天使のね出来栄えがあまりにも素晴らしすぎて、もうこの後ねベロッキは絵を描かなくなったっていう風な伝説が残ってます。すごい。まあ、それほどレオナルド・ダ・ヴィンチの画力がすごかったっていう風な話ですね。じゃあ今度はね、ボッティチェリとかの画家がどこからねお金をもらって作品を作ってたかっていう話なんやけど、この時代ねフィレンツェにはメディチ家っていうね大富豪がいたんね。で、その中にロレンツォ・メディチっていう人がいて、そのロレンツォ・メディチっていうのは豪華王って言われたぐらいすごい人やったんやけど、そのメディチ家のおかげでルネサンスの芸術はすごく発展したわけですね。では前半はここまでです。後半もお楽しみに。お楽しみに。